スタートしました。さあ第39回エリザベス女王杯スタートしました。まだ固まっています、まだ固まっています。先行争いポジションの探り合い、外からやはりビルシーナ、しかし譲りませんサンシャイン、譲りませんサンシャイン。サンシャインが先手を奪ってビルシーナが2番手です。名将マンボは3番手、グレイスフラワーはわずかに4番手、そしてそのうちに星タンタン、ヌーボレコルコ、キャドルフィーユがその後ホエールキャプチャー、レッドリベール、あとはブランネージなど続いています。あとはフーラブライド。1コーナーカーブし終えて先手を奪ったサンシャイン、サンシャイン逃げます。3馬身のリード、ビルシーナ2番手の位置、その後はさらに3馬身開いて名将マンボア3番手、そしてそのうち体半分差、ヌーボレコルト4番手、キャトルフィーユ、グレイスフラワー、ラクシスと後位を形成していきました。そしてその後に内からゼッケン7番をつけましたサンシャインが、内からさあ各馬が接近してまいりました。さあ向こう上面の中ほどへと入っております。さあフーラブライド、そしてその外に17番のブランネージが追走しています。中段行為固まっております。そしてその後に11番のレッドリベール、湘南パンドラ追走です。さらに外からはディアデラマドレがポジションを徐々に押し上げようとしております。オメガハートロック残り1000、オメガハートロックが追走しています。あとは下がりました。外からは16番のスマートレイヤーが追走して、内からは13番の光栄乙女、そしてその後に14番サングレアルが追走して最後方、18番のアロマティコです。3コーナー坂の頂上からこれから下りへと入って残り800を通過、軽快に逃げますサンシャイン。サンシャインのリードは1馬身半となっています。ビルシーナ単独2番手の位置です。そして3番手の位置、6番の名将マンボ、この辺り馬順は変わりません。残り600を通過、その後に内から6番のさあ名将ヌーボレコルトなど、内からはさあ5番のヌーボレコルトなどが接近して、さらに外からはグレイスフラワーです。第4コーナーカーブから直線コースへ向かいました。先頭はサンシャインです。サンシャインがまた2馬身とリードを取りました。ヌーボレコルトが接近してまいりました。さあ今度はヌーボレコルト抜け出してくる、ラキシスが間から、ラキシスが間から、大外からはディアデラマドレ、大外からディアデラマドレ、キャトルフィーユが接近する。先頭は5番のヌーボレコルトだが、外からはラキシスが接近する。ラキシス、ヌーボレコルト、ラキシス、ヌーボレコルト並んで合流。ラキシスかヌーボレコルトか、ラキシスかヌーボレコルトか、最後はこの2頭がびっしり、ラキシスかヌーボレコルトか、この2頭の争い長く長く続きました。